さあ本日の G は漢字の G です。漢字の秘密でございます。曜日をやってます。火曜日から始まって火水木金ときたので次土曜日でございます。地球の地平線にここに住むんだっていう十字架を立てたものがその自分が生きてる土地でございます。はい、不思議な記号ですよね。地平線です。そこに天と地を結んで太陽と地球を結んで人がそこで平等に生きるっていう字でございます。この土ね、いろいろ調べていくと今目のね、前にもあるし囲まれてるこの山の中にある木になる葉っぱが、命の葉っぱが、酸素を作る葉っぱが枯れて根元、根本に落ちるんですよ。根元と書いて根本なんですよ。根本と書いて根元なんですけど、自分の生まれ育った根本に落ちて積み重なって土になっていくんです。そこには微生物がね、力を加えて細かく細かくしながら土になっていくんです。だから重ねていくんです。重ねて、実はこの単純な文字ですけど、ここにも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 地層が重なってるんです。そこで生きることで、感謝することで生きるっていう字になっていくんですよ。生きるっていう字にも実はいっぱい経験値が重なってるんですね。この土はね、やっぱ土曜日って言ったらドリフターズですよね。土曜日に見てた子供の頃、我々の年代はですよ、ドリフを見てましたね。え、加藤ちゃん、ケンちゃん、イカリアさん、中本浩二さん、タイブーさん、この人たちを土曜日見ることで私は生きてました。クイズダービーもやってた。土曜日だったかな、クイズダービー。金曜日だったかな、もうその記憶はないですけども、まあ当時見てたアニメもありますよね。土曜日そろばん塾から帰った勢いで帰ってってタイムボカンシリーズとかね、見てましたよ。まあそんなね、見てくださってる方は同年代の方が多いと思うので、まあそんな時代でね、時代だったと思うんですけど、自分の生まれ育った今生きてる仕事してる土地、まあもうその大地にいろんなものを重ねてって重ねてって、そこは太陽と大地をつなげて、天と地と人が重なって重なってプラスになる、織りなすっていう、そして最終的には神戸を垂れるようになりなさいよっていう、ありがとうございます。お世話になります。よろしくお願いします。もうこれでいいっすよ、これで。富士山がそうやって教えてくれてます。土から生きるになりますけど、生きるっていう字は本当に土から芽生えた、植物が生えるとかっていう字なんですね。土、お天道様ばっかり感謝せずに大地にも感謝しかせない。自分が足をバンと立てる場所っていうのは地球があってのこそなんで、地球の神様は日本で大国主の御事さんですので、出雲大社です。そういうことも知るだけでも違うと思います。人間が中心になったらダメです。自然、天然自然、宇宙が中心の中の生かされている命、同時に富士山も風も木も森も湖も全てが同時に生きてますから、同じ命でございます。ありがとうございます。続きまして、大地がありましたら、大地の話があったら、今度はやっぱ天ですよ。天、土曜日の次は日曜日でございます。日曜日はやっぱ日曜日が来るのを楽しみにみんな生きてますよね。なんだろうね、日曜日っすよ。休みって大事なんですよ。1週間に1回は休んでください。忙しい時は芸能界でもそうですけど、休みなんかなく働くんですよね。それまで休みすぎですから。でもそれはもう全体一生のバランスでいいと思います。
日曜日のは世間では1週間働いて休みですよ、キリスト教から休息日ですよっていうね、日ですけども、何やってもいいんですよ。自分の好きなようにやっていいんです。これでリフレッシュしてまた来週に向かっていくっていう、うん、日なんですね。これ太陽です。もう丸い太陽にドンっていう点なんですけど、これね、私が勉強した中で、こういう古い字があるんです。マークがあるんです。太陽です。神道で言ったら天照大神様。伊勢神宮。仏教で言ったら大日如来です。エジプトで言ったらラーです。ラーです。太陽があるから、季節によって太陽の高さが違うだけで気温違うじゃないですか。植物が育つのも太陽です。大地のエネルギーです。これ非常に重要です。これを天とか天とか言ったり、この天が照らすのを海を天と言ったり、同じ天天天なんですよ。天アーマー、多分表裏一体の話だと思います。これは日曜日になると、そうですね、やっぱり 昼間お天道さんが照ってる時は好きなことやって遊んだりしながら、受験生だったら勉強してんのかな、うん、まあ息抜きしながらいろんなことを、皆さんね、キャンプやりながら生きてますけども、仕事してる人もいるね。土日稼ぎ時だから休みの日とかゴールデンウィークも稼いでる人もいるけども、その、ね、本来はこうやって日曜日って休む、で休む人が出かけるから商売やってる人も儲かるしね、うん、そういうのを、まあ、みんなが交差しながら生きてますけども、日曜日って言ったらやっぱり夕方になるとサザエさんを見ながらね、ああ明日学校だなんて思いながらね、うん、会社だと思いながらね、みんな生きてると思いますけど、それぞれの生き方の中でそれぞれ見てるものがあると思うんですけども、日曜日はやっぱ太陽浴びていいんじゃないですか。だ土曜日は土を感じる曜日でもいいし、金曜日は金、お金に関することをやってもいいんだよね。フライデーナイトね、遊びに行ってもいいしね。木曜日は木に関する何かをやってみるとかね、それぞれの曜日ごとの感じに携わるって多分面白いと思います。変化があるからね。日曜日ってなんだろうね。テレビの内容も違ったりするよね。世の中の気がちょっとリフレッシュする曜日ですよね。太陽ですよ、太陽、うん、話す内容はあんまりないけど、もう話さなくてもいいんだよね。今太陽の光でこうやって見れますから。そう、ああ日曜日の月は月曜日なんだけど、ちょっとこのお話しよう。太陽と月、もともとはこの月は夜です。でも太陽の光を浴びて月明かりなんですよ、明かりなんですよ。でこれが反射して我々人間は見ることができるんですけども、生き物も植物も月の光で、要は柔らかな間接的な照明で育つっていう瞬間があるんですよね。そういう時期があるんですよね。これもともとは太陽ではなくて窓枠なんです。夜に窓枠から入る夜の光で明かりって言ったんです。でその反対がこの月が全くない新月の状態で、音しか聞こえないね、暗いっていう字なんですね、うん、全部自然界をもとに漢字も作られております。でまあ日曜日の話してますけども、次月曜日なので月曜日の話しますけど、日曜日の次は月曜日なんです。当たり前なんですけども、そこに意味があるんです。次は月曜日です。はい、会社学校が始まる曜日でございますが、月ですよ。
月って言ったら月読みの御事さん、アマテラス大神さん、スサノオミコト、月読みの御事、あまりね、神様の中でも有名じゃないんですけども、月を読むっていうことは暦の神様です。1年は12ヶ月、今4月です。私の誕生日月ですね。月替わりでいろいろね、流れも変わっていきますけども、コロナになってもう1年ですよ。世界中が、地球が、あと何ヶ月したらそれが収まるのかなって思いながら行きますけども、このもともと日本っていうのは、今は西暦って言って西の暦、キリスト教の暦です。もともとは日本はいろんな暦を作ってきましたけども、あの中国大陸経由でやってきた、やってきたものを勉強として使ってましたけども、太陰暦なんですよ。太陰っていうのは月のことで、太陽が太陽です。太陰なんですね。で、今12ヶ月で1年を回してますけど、もともとは13ヶ月です。13という数字なんですね。で、13を漢字に訳すと富なんですよ。13、富、ここにつながります。止める、富山県とかね、土佐港とかそこにつながっていくんですけども、多分これが、まあ、キリストも13っていう数字がちょっと秘密の数字なんですけども、お月様、太陽の光で反射して我々が真っ暗な新月から満月っていうね、餅つきまで見ることができて、月のお話なんですけども、新月から満月にかけての間を上弦っていうんですよ。鬼滅の刃で出てきますよね。で、満月から新月に向かっていくのはその反対の下弦なんですよ。まあそういうのも調べれば今わかります。学校では教える時間がないので教えてくれませんけども、鬼滅の刃にね、出てきますよね。我々の時代もそうですけども、アニメの漫画の中でいろんなことをね、漫画家さんが教えてくれるっていうのがあるので、鬼滅の刃もそうですけどもね、今子供たちが夢中になってる漫画の中にも大切なこといっぱいあります。それは大人が見る人に向けてのメッセージですので、ぜひ漫画も読んでください。漫画も本です。日本の漫画はすごい本です。基本手本読んです。ワンピースも読んでください。スラムダンクも読んでください。進撃の巨人も読んでください。で、今の人たち、巨人の星読んでください。サムライジャイアンツ読んでください。柔道一直線読んでください。明日のジョー読んでください。いろいろ勉強できることあると思います。お父さんお母さん、じいちゃんばあちゃんが見てきた世界があるからね、はい、月が変われば運勢流れも変わることあるから、ついてるから、何かがついてるから、お月様がついてるから、その権利がもらえんじゃねえかな、勝つっていうことがあるんじゃねえかな。この漢字の月は肉月じゃなくて船月っていうんですけども、どう捉えてもいいです。自分が思うようにしてください。月を味方にするって太陰暦で、ウルー月っていうのがあるんですよ。ウルー年知ってるじゃん、4年に1回ウルー月っていうのがあって、日本ではずっと19年七巡法っていうのがあって、巡っていうのはウルーのことなんですけども、調整するっていう意味があるんですけども、19年に7回ウルー月を作ってバランスを整えてたんです。そのバランスっていうのは実は農業に関するんです。農業、季節ってずれるんですよ、人間の知恵では。それをバランス取るためにウルー月とかウルー年を作って時間調整して、要は農業がなかったら人間生きれないので、それを調整するためのウルー月っていうのを作ってきたんですね。だから月もね、太陽だけじゃなくて太陽の反対側に月が照るっていうことを知ってください。太陽と月と大地、そして人、
それが地球、宇宙、生きるっていうことなんだよね。もうね、月明かりが明るすぎると星が見えないですけども、これが星です。もともとは3つありましたけども、それが省略されて光はぬくもりは生きている、光は生きている、太陽と関係してるものでもあるし、太陽の反対側で見れるのが星だし、一番星見つけたって言ってね、自分の愛する人たちが亡くなってパッて夕暮れに星が輝く星が見えたら、あ、お母さんだお父さんだおじいちゃんだおばあちゃんだってね、そうやって捉えて会話してたのが星ですので、自然を学ぶキャンプに来てより感じましたね。富士山の見える場所で自然の中で漢字の話ができたのが私幸せでございます。ありがとうございました。アップで命。